こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はマイライフでジーナミくんの続きやっていきたいと思います。毎日高評価100ありがとうございます。今日は順位表を確認しておくと、阪神はなんと5位、 26.5 ゲーム、1位2位がかなり離れてるんですが、まだクライマックスシリーズ進出圏内3位までは 3.5 ゲームとまだまだ諦めません。前回はジーナミくんが2試合負け投手になってしまったことを反省して、今日は頑張っていきたいと思います。ということで今日もジーナミくん楽しんでいきましょう。さてと、首位巨人との戦いだ。さあ、ジーナミくんの登板はあるんでしょうか。いいよいいよ。あー、これはどうだどうだ、あるかあるかあるのか、ないね。初戦は登板なしと。またドリス、またドリスかよ。チーム7連敗だって。泥沼で泥沼、これは完全にドリスさんのせいですね。いつもねエゴシさんから、お、 G 仲間じゃねえか。 G 仲間は G 仲間だけどもちょっと違うね。もうジーナミ君は F になったからな。そして買い物にガヤガヤガヤとファンが群がってくる。疲れはするけどもありがたいですね。では本を読みたいと思います。タフガイの本、打たれ強さですね。がっつりとね上げていきましょう。そしてまたまた試合、ただ登板するかはわからない。さあやっていこう。雨の中だね。で、前回のパートですね、結構字幕を多くしたんですよ。その話をしようと思ったら登板はなかった。ドロドロだね。トロトロに溶けるねこの負けはな。やばいですね、登板がねえと。クライマックスまでも無理ときた。またタフガイ呼んでいきましょう。さあ、さっさと A まで上げちまおうぜ。さあ今度こそ投げるでしょう。さあ今度は晴れと。晴れだ晴れだ、また打たれる、また打たれる、どんどん打たれる、負ける。連日の坂本くんのヒーローインタビューですね。羨ましいですね。連日ジーナミくん投げなかったかな。ドリスはまた投げなかったんじゃなくて、やつはいっぱいしてるんだよ。ということで3連戦が終わりの移動かな。移動して東京来た。本屋があるよ、本屋が、ヤクルトの本拠地。ということで読書するための本が欲しいです。さあ超泥沼からね抜け出したいんですが、抜け出したいんですが抜け出せませんね。もしかしたらもうジーナミプレイしないのかもしれないね。能力は本とかであげると、もうそれだけで終わっちゃうかもしれない。さてと、デーゲームか。一旦しかないな、本屋行く暇ないな。さすがに投げたい、さすがに投げたい。ここまで4試合このパートで投げていないと。きた、またでもランナーいるだろう。待て待て、いない、ラッキー。ラッキーじゃないんだよな、それが普通なんだよな。さてと、2度押しをピッチング。うい、今日はねだいぶ練習したんでね、いけると思うんですよ。ナイスで落とす。うい、ナイス、オッケーです。ワンポイントリリーフか。最後まで投げさせてもいいんですよ、遠慮しなくてもね。終わった、勝ったからいいんですが、点取られたの誰だと。ドリスまた勝手に投げてやがるぜ。あいつは無駄にね荒れるのにね。早く抑えのポジションが欲しいぜ。さあドリスよ。お、チームが5位から4位、よし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 。でもまだ B クラス、連敗街道まっしぐらだったからな。やっと登板できたんですが、大山くん OK。 じゃあ早急をねジーナミくんに教えてほしいですね。早急 B なのでね。お、なになになに、実は同期だった、同い年だったか。そうかそうか、そういえばそうなのか。じゃんけんぽい、よし勝った。負けたんか、ジーナミの負けか。こういうリスト、え、むしろ入ってなかったの大山くん。では本屋行きましょう。ここで買いたいのはあるんですが、まだ2回目なのであまりいい本はないですね。結局本が破れるならば多めに買っておきたいと思います。
今回は重い玉の本をね重視して買いました。さあ本屋レベルが上がるが、またヤクルトの本拠地まで来ないといけないというね、それがおつらいです。さあまた投げさせてください。5試合で1登板だからな。そう考えるとあるね、あるね、これあるよ、あるよ、あるよ、来た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 。さあ本気を出していく。バレンティン、バレンティンさん、ほい、よーし、オッケー。152キロのカットもなかなかよね。弱いいとこ、今のがストレートだったよ。でボール球でいい。で前ストをここにぶち込む。あーっと、オッケー。ちょっとずれてたけどね、やっぱコントロール F なので2度押しでね、いいピッチングしても結局ずれるんだわな。大丈夫、オッケー。前回のパートの反省点は生かせておる。さあ藤井さん、ここはね完璧に3人で切って流れを持ってきて監督に褒めてもらいたい。ここを完璧に、おいしょ、おい。で前ストアウトコースに、ほい、よーし、オッケー、完璧です。158キロ。いや2度押しうまく、また点取られてるし、相当いいピッチングしてるよね。お、ジョンソンがセーブ。ってことはドリスどうだったんだ。ドリスが打たれたのか、それとも怪我したのか。なぜジョンソンが抑えだったんだ。さあ言われるかな、ドリスのことだから登板なかった、ざまあみろ。おいえ、ってことで勝利に導いたから、あざーす谷口さん、あざーす。よしよしよし、飯おごってもらいいの。移動して、阪神甲子園球場。タイガースピッチャー交代です。西。タイガースここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で初球から打ってった。掴んだ。ボールは中継。ホームイン。ピンチヒッターは長打。第1球投げた。まっすぐ見送ってストライク。いきなり155キロ。第3球を投げた、打った、熊谷ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウト、サヨナラ勝ち、あっけない幕切れです。阪神甲阪神甲子園球場。タイガースピッチャーカーレイドで迎える7回です。バッターは小園。次は5球目、投げました、打ちました、いい当たり、二遊間ライナー破っていった、クリーンヒット。小園二塁を狙う。ランナーはトップに帰って菊池、通算100号本塁打まであと4本としています。今日はここまで3打数1安打。第3球を投げました、ボーカーストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、打った、レフト前進、掴みました。
二塁変わりません。第9球投げた、初球はストライク、初球ストライクから2球目空振り、これで追い込みました。空振り三振、 G 見事なピッチングです。バッターは3番鈴木、今日2打点を挙げています。第2球投げた、打った、投球は3球目、落ちるボール見逃し三振、 G 見事なピッチングです。サヨナラ勝ち、タイガース見事勝利です。名古屋ドームです。タイガース見事勝利を収めました。名古屋ドーム、タイガースピッチャーを、7回の裏ドラゴンズラッキーセブンの攻撃、トップバッターは阿部、今日はファーストゴロと打ちました。初球打ち、これはセカンド真正面、アウト、代打は福田。第9球危ない球、第2球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク、ボール。第4球を投げた、打ちました、左中間のフライ取りました。右バッターボックスには加藤、今日はショートフライと三振、初球を打ちました、一二塁間へ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、タイガース。名古屋ドームです。それではデート行きましょう。さあ、兵庫にいるからそういう時はね、デートしてやるよ。で、ただね、食事と待ち、ここはね、超金かかるんで、いや、行かない。遊園地行こうか。遊園地に行って、さてと、この前はね、確かね、ジェットコースター綱渡り理論やったと思うんで、今度はね、お化け屋敷。ジーナミ得意かな、どうでしょうかね。ヒュードロドロドロー、泥沼の8連敗、いや9連敗ぐらい今日はね、阪神してたからね。あ、好きなのね、はつみちゃん可愛いな。お化け屋敷好きなのか。俺は苦手なんだよな。もう一回行きましょうは、やべえやつ。ということでね、さよならですね。まだプロポーズはしねえよ。またどうせ振られるからな。では、角度のある玉、こちら読みましょうか。重い玉の本なんだよ。買ったのを忘れていたのだ。ということで、今日はこの横浜3連戦までにしたいと思います。またね、あと2試合ぐらい登板したいですね。さあ、また投げさせてくれと思ったんですが、絶不調なので、できればね、投げたくないっすね。投げたくないっすね。
いやー投げたかったな、残念ですね、非常に残念、投げたかったんですけどもね、投げる機会がなかったと、それはもう仕方がないですよ。絶不調だけどね、回答を見せてあげたかった。さてと飯で負けたけれども投げてないっすからね、反省はしないよ。で金が入ると325万、いいね。ではまた重い玉の本読んでいきましょう。ゲージ的にはねあと少しなので、あと数回でねつくと思うんです。だからこそ読み切りたいということで頑張ろうぜ、ほんのりパワーアップ。さあ今度こそ投げさせてくれよ。そうだそうだ、いけいけ、いい感じいい感じ、おいおいおい点取られんな、もうダメだな、諦めよう、投げねえ。はい、僕投げるときは連続で投げさせられるんですが、でもね投げないときはね全然投げないね。意味がわからねえんだけども、意味がわからないんだけれども、どういうことですか、マジ。これはもう逆襲よ、 G 並みの逆襲よ、どういうこと。いや意味がわかんない、意味がわかんない。まあなんだ、レギュラーにはドリスの方が打たれてたから、うーわこれはひどいな、これはだいぶひどいな。今日はここまでにしときましょうか。なんかねもうびっくりしすぎて、もうコントロール練習するわ、ワンランク上げるじゃん。いやこれちょっとね、ジーナミ君やるにあたって心臓に悪いですね、福原監督の采配が怖すぎて。ということで今日はここまでにしたいと思います。次回ジーナミの大逆襲、それではまた次回もお楽しみください。バイバッチ。